どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。皆さん、妖怪ウォッチワールドで S ランクのオロチはもう持ってますか？実は僕まだ持ってなくて、一番多分手っ取り早い入手方法はガシャですよね。S ランクのオロチがラインナップしてるガシャで入手することができます。チュートリアルガシャでも何回か回せば出てくるかと思うんですけど、で、妖怪玉もないということで考えました。オロチを無限に入手する方法。それはですね、別枠のオロチを自分のアカウントに憑依させてバトルしまくるという方法です。これ理論上何回でも入手できますよね。別枠からオロチ来ました。このオロチとバトルすることができます。 S ランクレベル1。てかこれでゲットできるんだったら何体でもオロチ入手できますよね。鉱物開けときましょう。多分入手確率そんな高くないと思ってて、魚介か。50回バトルすれば1体はゲットできるんちゃう？これどう？アジの干物。鉱物ありがとう。今 YDチップだっけ、課金でゲットできるアイテムも装備してるから仲間にはなりやすいはずなんですけど、敵レベル低いから速攻で倒せるはず。キュービに生ハゲ無理だしょ、闇丸ワカメスター、あとクイージー、どうかな。一発目ダメでした。何回かバトルできるんだけど、4、5回バトルしたらどっか行っちゃうよね。だからどっか行ってもたらまた別赤からオロチをこう憑依させてっていうのを何回も繰り返してやればええんちゃうかなと。魚介系の懐きやすいの持ってた方がいいかもしんないな。貝とか、よいしょ。果たしてバトル何回目でオロチ仲間になるのか。滝川家の助に肉食い男、闇マロとかでもいいな。無駄城タンクだからな。一つ星コインとかのガチャ中身も S ランク9尾だもんな。前までニョロロン族のガチャとかもあったけどね。であとたまにゲリラとかのイベントで高ランクの妖怪来たりもするけどね。この間はキュービが3連休の時ゲリラで出てきてましたけど、さあどうでしょう。バトル2回目、あかんなあ、あかんなあ。はいはい、バトル3回目、ダメー。ちなみに妖怪メダルの憑依されてる妖怪からもバトルできます。レベルが低いからサクッとオロチハン倒せる。バトル4回目、ダメだ。やっぱ50回ぐらいはバトルしなあかんやな。5回目あかん。オロチとバトル50回目いきます。50回前後で落ちるかなと思ってたんですけど、なかなか落ちないですね。オロチバトルスタート。いろんな食べ物をオロチにあげてて気づいたんですけど、オロチにいろんな食べ物とかオロチにあげて実験してたんですけど、オロチが切れるアイテム見つけました。それがですね、こちらジュース、お茶でもいいですけど、あげるとオロチ切れます。なんていうかな、貴様消されてまう。魚介とかあげたらありがとうとか言うんですけどね。でパンとかあげてもいただこうって言って食べてくれるんですけど、ジュースをあげるとオロチ切れます。バトル50回目どうかな。切れさせたから仲間にはならんか。ダメですね。ようやくオロチ来ました。 S ランクめっちゃかっけー。私の名はオロチ、今日からお前のことを守ろう。守ってくれるってよ。オロチと友達になりますか？はい。すげえ、憑依からやっぱ友達になれんやね。ただドロップ率めっちゃ低いわ。
まあ、こんな感じで別アカウントから自分の本アカウントにオロチを憑依させてバトルしてっていうのを繰り返したら無限に、まあ、入手できるっていうことですよね。ただ今回のバトル回数141回。